行ってきましたよ、僕。どこに？虫を食べるレストランに。あ、ついに？え、もしかして、もうなんだ、写真バンバン載せれますよ。みんなが嫌だろうからやめときますけど。山田さん、はい。山田さんと二人っきりで。二人で行った？うん。本当にお願いなんですけどさ。はい、はい。絶対カズさんを誘わないで。せっかくカズさんが久々に東京来たって時に、いや、だからね、石川で石川さんと一緒に、カズさん会えるって時に、うん、誘わないで、僕でもここかなって思ってる。乗ってくるから、あの人は。ここかなって思ってるんですよね。いや、だってさ、絶対カズさんは乗ってくる。カズさん多分、ミシュランよりここの方が喜ぶでしょ、絶対。喜ぶと思う、正直。めっちゃ喜ぶでしょ。めっちゃ喜ぶ。だから僕、カズさん来た時はもうここ行こうかなって思ってます。絶対喜ぶカズさんは。めちゃくちゃ嬉しそうに食べてそう。いや、これ言った。いや、だから多分その時行くメンツは僕とキヨキヨさんとカズさんでしょうね、おそらく。ああ、そうです。いいね。麺も来ないでしょ。多分麺とタイタイ来ないでしょ。これは来ないよ。これは来ない。明太も、ジャジャさんも来ない。いや、ジャジャさんわかんないな。ジャジャさんわかんないね、どっちか。ジャジャさんどっちなんだろう。ジャジャさん来るよ。来るか。ジャジャさん来るよ。でもジャジャさん虫嫌いそう、わかんねえけど、全然嫌い、好きない、全然わかんないけど虫嫌いそう。でも来そう、ジャジャさんは。あ、そっか、キヨキヨさん虫死ぬほど嫌いなのか。いや、でもキヨキヨさんはなんか押せば来そうなんか押せば来そう、うん、いやー、大体来ないだろう、絶対。タイタイはノリ良くないから本当に。なんかやばい。いや違う、タイタイはあれなんで、自分を持ってるから、うん、サウナ誘ってもいや僕は行かないですみたいな感じなんで、うん、いやカズさん連れて行きたいな。カズさんは、うん、絶対行きたがる。カズさんは喜ぶ。これもう、いやだから貸し切りましょうよその日だから、カズさんワールドのみんな。ちょっと。じゃあ、うん、トモさんも呼んで。いや、だからトモさんとかも、いや、だからみんな YouTuber だったらさ、みんな騒ぎながら動画撮れるじゃないですか。確かに確かに確かに。ただ、その、キャーキャー言う感じじゃないんですよ。もうみんな楽しんでるんですよ。まあ、シンプルに。まあ、そうです、そうです。お食事を。わかるわかる。うん。巻き添えにしていこう。まあね。うん。いや、だからもう僕だけでしたもん。お店にいる人で、その、なんか、ちょっとみたいに思ってる。ああ、まあ、そうかそうか、まあそう、ね、みんな目をキラキラさせながら店長の説明聞いてたから、うん、そうなんだ。ヒカツクさんも誘うか、ヒカツクさん。来るよ来るよ。ふたばさんもしたい。ふたばさんは絶対来ない。もうかけてもいい、かけてもいい、絶対来ない。来ない、ふたばさんは。うん、絶対来ない、ふたばさんは。絶対来ないね。うん、初波先生とか来るでしょうね。あ、初波先生来そう。うん、うん、うん、はい、そうそう。まあだから虫って言わずに、それは悪い、それは悪いよ。おしゃれなレストラン用意した、貸し切りで用意したんでって言って、ちょっとやっぱね、カズさんがせっかく東京来てくれて、だからおしゃれなレストランを用意したんで、行きましょうってみんなで。悪いな。でも店長にもちょっとね、だから、スペシャルなものをお願いしますって言っといて。特別なね、うん。特別なスペシャルを。うん。いや、ゲンさん呼びたいな、ゲンさん呼びたいな。ゲンさん呼びたいな。ゲンさんおもろいな。どうしよう、ゲンさんめっちゃ拒否したら。意外とゲンさんめちゃくちゃ拒否したら、うん、これで私怒られるのかって言って、うん、これで私食べさせられるのかって言って、うん、いやゲンさん呼びてえな、おもろいな。確かに、いやアマースメンバー呼んだらもうとんでもないですよ。それだったら高田さんもやっぱ呼びたいし、なるよなるよ、あまた大騒ぎになる、それはそれでも。だからアマースメンバー、アマースメンバーで行ってほしいね、高田村でね。確かに確かに確かに。うん、いや、いいなぁ。いや、てか、そろそろみんなで飲み行きてんだよなぁ、ほんと。コロナ中に仲良くなった人とか、飲んで、ね、飲んで行ったことない人が、ね、いろんな人が、ね、いるから。
ドツボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。